この木をうまいこと使っていこう。ほらほら、君見よ。ウェイ。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もデッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はピンクちゃんだけの部屋でございます。いや、ピンクだらけの部屋か、初めてだな、こんなマッチングしたの。いや、どんなね戦いになるか、ワクワクでございます。うん、今回ねどうやってね殺人鬼を翻弄していくかね、私の腕の見せ所でしょうかね。でも初めてピンクメンバーとね一緒なので、少しでも長くね生き延びていい動画にねなれたらなっていう感じでございますよ。さあ、どうやって立ち回っていこうかな。今回の殺人鬼がねどれかな、3種類しかね殺人鬼ないはずだから、来た来たで、これなんて読むんだろう、これトメントケーク適当な英語でございます。うん、さあどんな感じかな。ピンクちゃんたち近くいないかな。殺人鬼どんなだろう、特に最初から音しないから手の内を明かさない殺人鬼でしょうかね。とりあえず中央付近に行くかな。ちょっとコソコソしていきながらやっていくか。で、なるべくカラスは鳴らさないようにやっていくかな。どうしよう、やっぱ発電機直すか。うん、ここに発電機があるから、とりあえずここら辺をねチロチロと直していきましょう。おお、150ポイント、これは美味しいよ。あ、ピンクちゃんだ、200。いや、仲間に会ったから200ポイントいただきました。いやいや、これは美味しいよ。さあ頑張っていこうか、ピンクちゃん。特に今のところ殺人鬼の方の動きはないな。ああごめんピンクちゃん、ごめんね、ごめんごめん、ほんとごめん、私のせいでごめんね。こっち来るかな殺人鬼。ピンクちゃんどっか行っちゃった、ピンクちゃん。あら、あ、いたいた、あそこにいるか。コソコソしてんな。まあそうだよね、私がしくっちゃったからね。あんまり最近ねしくらないように頑張ってんだけど、しくっちゃったからね。どうだろう、殺人鬼来るかな。今のところドキドキしてないんだよね。うん、音もしないな。もう一回挑戦する、さっきの発電機。なんか来なさそうじゃない、ピンクちゃん。行こうか。うん、もう一回戻ろう。うん、戻って直しちゃおう。さあ頑張って行こう。お、別の発電機が直ったな。ってことは殺人鬼は向こう側に行くね。うん、まあ向こうに行ったところでこっちの発電機も直して翻弄しましょうか。うん、今のところ殺人鬼からのねアクションはないから、うん、これでピンクちゃん行こう。どういう感じで来るかな。中央ら辺に一回避難した方がいいかな。ここら辺が強いんだよね、このマップだと。あ、ドキドキしてる。来るかな。え、あ、いたいた、今いたよ殺人鬼。あれ、気づいてないの。向こう行っちゃったね、中央横から。こっちにはじゃあ来ないかな。向こう横切ってただけか。あ、いやでもドキドキ、ああ気づかれた気づかれた、やばいやばいやばい。この木を使って、この木をうまいこと使っていこう。ほらほら、君見よ。ウェイ。ほら来てみや。おい、私はこの木をね利用するでよ。ウェイ逃げろい。私が今引き寄せとくから殺人鬼を。ウェイ、この木強いぞ、この木強いわ。あら、この殺人鬼の方あんまり上手くない方かな。まだ始めたばっかりの殺人鬼でしょうか。ウェイ、私インコーナーついていくから。ほら、インコーナーつかんと私には追いつけんぞ。ほら殺人鬼、ウェイ危ね、しくってるようやな。いや、この木意外と強いんやな。まあもしかしたら殺人鬼レベルも低いから、こうなかなかね当たらない感じなんでしょうかね。特に反応ないな殺人鬼。あら、どうした殺人鬼を。ああやって翻弄させて近寄ってくるのを待ってんのが殺人鬼や。私は近づかんよ、この木を利用して私はおとりになるから。あら、あれ、もしかして殺人鬼、私がおちょくったから回線切っちゃったパターンでしたわ。そしてこちら、なんとかヤードやってまいりました。あー、ここか、なるほど、ここか。うん、よしよし、とりあえず近くに仲間はいなかったかな。うん、
ドキドキしてる。どうしよう、隠れようか。一応念のために隠れとこう。近く来てる。どこだ、わかんない。今回の殺人鬼は誰なんだろう。カンコンカンコンって音してない。あ、いた、今そこいたよね、その木陰っていうか岩陰。俺いないな。あれ、明かりが見えてる気がしたんだけど、大丈夫か。よし、あんまりね、近くいる近いのか、どうなんだろう。うろうろしてな、殺人鬼ちけえな。ちょっと隠れた方がいいな。コソコソしていこう、気づかれないように。どっちから来る、気づいてない。遠く行ったか。遠いようで近いぞこれ。近いな。ドキドキしてんだよ。ん、気のせいか、今なんか見えたような気がしたな。どこにいる。あ、びっくりした。ああ、巡回してる。危ねえな、おい。これ気づかなかった？私。ああ、これ見えなかった、殺人鬼の方。結構もろバレだけど。ああ、なるほど。これ気づかないパターンでございましたか。今回の殺人鬼は、チェーンソーかな？あの顔からするに。チェーンソー殺人鬼。近いな。下手に動いちゃうとバレちゃいそうだけど、行ったか。行ったな。どうしよう。とりあえず真ん中、来てるな。アイテムあるわ。うん、こんなところにあるんや、ここは。一応これ取れるか。ドキドキしてんだよ。やべえな、ちょっと一旦。でも、アイテム。うん。お持ち帰りしたい。誰か怪我した。どっかでこれ、追いかけっこ始まってんな。私、アイテムいただきますよ。さあ、どんなアイテム？いただき！やべえ、近いのか？あ、遠くなった。じゃあ大丈夫か。あれ？誰かもう足、そこでかい。地形な、おい。やべえぞ、こっち来るんじゃねえか。一応こう隠れとこう。え？どこに引っ掛けるんや？捕まったよね。あそこか。じゃあ大丈夫か。ちょっと出て、遠く離れましょうか。早いな、開始。もう、こんなところで一人目か。でも今回の殺人鬼はチェーンソー鳴らさないね。まあそれも殺人鬼の手の内の一つでしょうかね。自分の手の内を見せない、そんな感じですかね。あれ、また次誰か一人怪我したんだけど、助けに行く。どうしよう、隠れよう。あれ、生存者の方もう一人来てる。いたよね、今そこに。うん、一緒に助けに行くか、これ。あー、いるいる、殺人鬼そこいるんじゃない、気のせいかな。ああ、いるわ。でも、二人で行けば怖くない。二人で行けば怖くないんじゃない？どうする、ピンクちゃん。一緒に。やべ、気づかれたよな。私、気づいてねえか。おい、これでも暗い。このライト、暗いやがれ。おら、食らってんのかな？これでよかった、使い方。切られた。助ければよかった。やばい。助けてくれ。一人行って、私がハイハイしてるわ。あ、もう一人そこにいるんだ。殺人鬼。気づいてない殺人鬼、私がここにいると。気づいてるわな。そりゃ気づくわな。引っ掛けるんやろ、先ほどのところに。いやー、これ、どこに引っ掛ける、ここ。あ、置いて。生存者今見つけた。私ちょっと逃げるわ。生存者のいない方向に逃げるわ。殺人鬼を翻弄するわ。どうしよう、こっち逃げようか。一人地下入ってんな。で、すぐそこ、いやー、そして捕まるって。すぐそこにいるんだな。あの人助けに来てくれるのかな。あそこで立ってる感じだけど。で、私がここね。あ、やばい、地下にいる。地下の人逃げて、隠れて。私地下にこれ吊るされに行く感じだから。あ、今逃げろ。ちょ、痛い。足遅かったな、これ。しくったな、これ。階段。今回は階段バグとかない感じかな。やべえな、これ。助けに来てくれるかな。ロッカー隠れてんだよね、とりあえず一人。どうかな、これ。そして殺人鬼に。今回バグってなかったか。たまにね、バグるんだよね、高低差で。さあ、そして私はこれ、塩らしく引っ掛けられて。あそこに生存者一人隠れてる。殺人鬼どこかな。あー、うろうろしてるよね。ここもだって殺人鬼からしたら強ポジションだもんね。
校に生徒ちゃんが2人ぐらい隠れてると助けに来れるかもしれないけど、1人ピンピンしてて、あ、ピクちゃんだ、あの髪型、ピンクちゃんやばいよ、殺人鬼うろうろしてるから。ドキドキやべえ。殺人鬼が戻ってきて、はっ、ロッカー開け始めた、やばいって、ピンクちゃん、これピンクちゃん、ピンクちゃんやばい、そこ開けられちゃう、気づかれた、気づかれたな、ピンクちゃん、これはーい、行っちゃった、私これ助かるんか、あー、ピンクちゃんが、やべえな、あと足引きずってる人一人や、やべえ、来た、エレンダラッシュ来ちゃった、これどうしよう、助かるか、これで助けに来てくれる、これで、あー、もう一人ね、吊るされて、で、真上にいるんだな、あの生存者の方、やべえ、やばい、これ3人中3人がハイハイってか、もうこれ瀕死や、ピンクちゃん頑張れよ、私も一応頑張っとるから、これ3人ごと吊るしちゃう、いや、これすごいね、殺人鬼の方、あもうこれ死亡ですわ、あ、逃げた、頑張れ、下ろした、逃げろ、一人逃げたか、やべ、私ここで見てるからな、私、そして死亡、あ、今回の殺人鬼強かったな、うん、一人逃げて、まあ一人ハイハイしてるね、はい、ということで今回もね、全員死亡ルートか、あとの残り一人助かった人も、まあ、切りつけられてハイハイしてたね。いやー、今回の殺人鬼は手ごわかった、チェーンソー一回も使わなかったもんね。いや、でも意外といけるもんなんだな、結構やってる殺人鬼の方だったんでしょうかね。で、ポイントの方すぐ捕まっちゃったから、ポイント少なめでしたね今回は。はい、という感じでございました。一応まあポイントが5000ポイントぐらいになったから、何かアップグレードできるんじゃないかな、一応見ていこう。さあ、どのパークを取りましょうかね、5000、こちらいただきましょう、ありがとうございます。いやー、まだまだ先はね、長い感じですわ、パークの方もまだまだ新しいね、パークも、これなんだ、ジェリーとかね、これ新しい能力だね、これ役に立ちそうだな、12メートルなんとかとか60セカンドって書いてあるな、これなんか役に立ちそうだな、優秀そうなパークでございます。はい、今回もね、みんな死んじゃったね、にしても殺人鬼強かった、ということでね、次回こそなんとかね、逃げて殺人鬼を翻弄していきたいと思います。はい、皆さんもね、デッドバイデイライト楽しんでいただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。